委嘱状、岩尾総一郎様、あなたに茨城医療大使を委嘱します。よろしくお願いします。名刺、あ、これ名刺でございます。名刺もあるんですか。よろしくお願いします。お願いいたします。今の県庁内でも本当に、今あの力を入れて資格をという話を、しておりましてですね、やっぱりあの今機能の分担じゃないですか、医療機関が、はい、それで、まあ、お互いが連携を取ってネットワークを作るということがやはり必要だと思うんですけど、それをやっぱりしっかり作るということがやはり教育上も非常に重要だと思うんですね、うん、お医者さんをどうやって連れてくるか、人のつながりですね。だから、国境なき医師団に行くくらいだったら、茨城のそれに匹敵する医療過疎地で同情していただいたみたいな。私は今、ハンガリーの大学に医学生を送るという仕事をしておりますが、たまたま知事さんとは現地で、そのハンガリーの学校を見ていただき、茨城県出身の学生とも懇談する機会を持っていただいたということで、今後とも即戦力といいますか、茨城県に勤めていただく医師が増えてくれば、いいんじゃないかというようなお話をしたところ、今回このような役を仰せつかったということで、少しでもそういう経験をもとに役に立てればよろしいというふうに思っております。私自身はできる範囲でスピード感を持ってこれをかなり上げる努力をしたいなとは思ってますね。だけど私も初めての仕事ですから、それがうまくいくのかどうなのかというのは今の段階ではちょっとお約束はちょっとできないですけどもね、全力って言いますから力いっぱいやりたいなとは思っていますね。逆にやりがいは少しあるかもしれませんね。そうなの